イスマイル一世は、16世紀初頭に、イランで成立したイスラム教シーア派の国家、サファビー朝の建国者。イスマイル一世の知性から、現在のイランイスラム共和国と、周辺地域にシーア派の信仰が根付き始める。即位後に、王を地上における神の影とみなす古代ペルシアからの、伝統に則り、シャーハンシャーの称号を名乗った。また、イスマイルは、 ハタイーの筆名で多くの詩を作り、アゼルバイジャン語による文学の発展に大きく貢献した。アルダビールで神秘主義教団の一つであるサファビー教団の教主シャイフ・ハイダルと白洋町の君主ウズン・ハサンの娘アーラム・シャオの間に生まれる。イスマー・イールの祖父であるシャイフ・ジュナイドが教師を務めていた時代、サファビー教団は 世俗の勢力に代わって、政治権力を獲得する思考を有するようになった。15世紀に、アゼルバイジャンを支配していた、白羊朝は、婚姻関係によって、サファビー教団と同盟を結ぼうとし、祖父ジュナイドとウズンハサンの妹、イスマーイル一世の父、ハイダルと母アーラムシャオとの婚姻が成立した。しかし、白羊朝は、 サファビー教団の社会的影響力を恐れて、教団を攻撃し、祖父ジュナイド、父、ハイダル、兄、シャイフワリーは、白ワ朝との戦いで落命した。1494年に、シャイフワリーが獄死した後に、イスマイールが、教主の地位につき、カスピ海南岸のギーラアン地方に潜伏した。12歳までの間、イスマイールは、 ギーラーン地方のラーヒージャーンで現地の有力者の保護を受け、白洋町が政治的に安定を失った1499年にイスマイールは潜伏地のラシュトを出発した。アナトリア半島各地のキジルバシに決起を促し、集合地とされたエルズインジャンには7000人のキジルバシが集まり、彼らはムビューの救世主であるイスマイールに無視の忠誠を誓った。 イスマーイルは、キジル橋を率いて、東に進み、各地で、白洋町の軍隊に勝利する。1501年の秋に、サファビー教団は、白洋町の首都であるタブリーズに入場し、イスマーイルは、タブリーズのモスクでシーア派の一派であるジューニーマーム派を、侵攻することを宣言した。当時のタブリーズの住人の3分の2はスンナ派であり、 周囲からはシーア派を信奉する君主が受け入れられるか、不安視する声も上がったが、イスマー・イールは信仰の決意を貫いた。一般に、タブリーズの入場をもって、サファビー朝が成立したとみなされている。イスマー・イールとシャイバー・ニー・ハーンの戦闘タブリーズ、制圧後、かつて白曜朝に従っていた勢力は、ウズン・ハサンの孫にあたるイスマー・イールを支持するようになる。 サファビー朝軍は分裂状態にあった白洋朝の諸勢力を撃破し、イラン高原西部とメソポタミア平原の大部分を支配下に置いた。1508年に最後に残った白洋朝の君主ムラードを倒してバグダードを制圧し、サファビー朝は白洋朝を滅ぼした。一方、サファビー朝の成立と同時期に東方では、 マーワラー・アンナフルからホラー・サーンにかけての地域を支配するウズベクのシャイバーニー町が没行していた。イスマー・イールとシャイバーニー町の君主、ムハンマド・シャイバーニーは、書管を通して、互いに相手の信仰を非難し合い、1510年の秋に、イスマー・イールはホラー・サーン地方に進軍した。シャイバーニーの軍が、 サファビー朝軍との海戦を避けて、メルブに立てこもると、イスマーイールは退却したと見せかけて交代し、ウズベク軍をキーウチからおびき出した。追撃を行おうとして、キーウチから出たウズベク軍は、イスマーイールの伏兵から攻撃を受けて大敗し、司令官のシャイバーニーは戦死した。イスマーイールの元に届けられたシャイバーニーの首は、 金箔を張られて支配にされ、オスマン朝のスルターンバヤジと二世の元に送られた。戦後、シャイバーニー朝の支配領域は、アム川の北岸まで交代し、ホラーサーン地方は、サファビー朝の支配下に置かれた。チャルディラーンの戦いサファビー朝は、白羊朝を滅ぼす、前年の1507年に、アナトリア南東部のドゥルカディル公国を攻撃し、 よりアナトリアに勢力を広げるため、シーア派の宣教を行った。イスマイールが自らしたためたトルコ語によるシーア派への勧誘の死は、ハリーフェという宣教師を通して、アナトリア各地の遊牧民に伝えられた。バヤジとニセイトに正当地下のオスマンアサで推進されていた、スンナ派のイスラームに抵抗を感じていた、アナトリアの民衆の中には、 イスマイールの選挙を受け入れる者も多かった。1511年にアナトリアでシャークルを名乗る人物がオスマン朝に対して反乱を起こし鎮圧に参加したオスマン側の指揮官には大最相ハドゥム・アリーパ社のように戦死した者もいた。1512年にバヤジと2世を廃位して即位したスルターン・セリム1世は即位直後にアナトリアのシーア派に対して 弾圧を行った。セリムによって処刑された、アナトリアのシーア派の数は4万人にも上り、シーア派の弾圧は、サファビー朝とオスマン朝の対立を決定的なものとした。1514年3月に、セリム一世は、イラン高原に申請を行い、イスマイールもオスマン軍を迎え撃つために出陣した。オスマン軍との戦いの前夜、西方のディアルバクルで、 オスマン軍との戦闘を経験していた将軍、ムハンマド・ハーン・ウスタージャールは、オスマン軍が体制を整える前に野衆をかけることを提案し、ヘラートの大主ドルミッシュ・ハーン・シャームルーは、正面決戦を主張した。イスマーイルは、正面決戦を採用し、1514年8月23日に、アナトリア東部のチャルディラーンの平原で、サファビー町とオスマン軍が衝突した。 オスマン軍に配備された大砲と家にチりリ部隊が装備した鉄砲によってサファビー軍の騎兵隊は打ち破られ最後まで戦場に止まって指揮を取っていたイスマーイールは負傷し身代わりを立てて戦場を離脱した戦闘の結果ムハンマド・ハーン・ウスター・ジャルーラ将校や従軍していた文官の多くを失いイスマーイールの妻もオスマン軍に捕らえられた 戦後、イスマー・アイールは、黒い服を着、軍旗も黒に染めて、もに服した。イスマー・アイールは、チャルディ・ラーンの戦いまで、自らが指揮を取った戦闘では一度も敗れたことが、なかった。この、無病の救世主の敗戦は、イスマー・アイールの神聖を打ち消し、教団の信者であったキジルバシと教師の関係を、一般の神化と王の関係へと変化させることになり、 サファビー朝の体制に変化をもたらす。そして、教主に対する無視の奉仕の精神を失った、キジルバシたちは、自分が所属する部族の勢力拡大のため、互いに争うようになる。チャルディラーンの戦いの後、イスマーイールは外部への積極的な軍事行動を、控えるようになった。政務を、大臣のミールザー・シャーフサインに委ね、宮殿内に引きこもることが多くなる。 ペルシア語の年代記は、チャルディラーンの戦いの後にイスマー・イールは政治に関心を失って飲酒と狩猟にふけるようになったと伝えるが、逆にオスマン朝の報告には軍備の充実を行っていたと記されている。敗戦の後、イスマー・イールはサファビー朝と同じくオスマン帝国の脅威にさらされているヨーロッパ諸国との同盟を構想し、1515 15年に ポルトガル王国の海軍総督、アフォンソでアルブケルケのもとに施設を派遣した。アルブケルケは同盟案に賛成し、ポルトガル国王マヌエル一世のもとにも施設を送ることを勧めた。サファビー朝からは、ポルトガル以外に、ローマ教会、ハンガリー王国、神聖ローマ帝国へも同盟の締結を求めた。 しかし、ヨーロッパから援助は送られず、1523年に、イスマーイールが神聖ローマ皇帝カール5世に宛てた、書簡には、ヨーロッパ諸国が互いに争う状況への嘆きが、書かれていた。1524年8月23日に、イスマーイールは没しアルダビールに建てられた、サファビー教団の性病に埋葬された。イスマーイールの存命中は、 キジルバシ同士の抗争は本格化しなかったが、王子のタフマース部が後を継ぐと抗争は激化し、サファビー町は外部への拡張が停滞する、危機の時代を迎える。現在やゼルバイジャン共和国には、イスマー・イールの名を冠した地名が多く存在する。バクー市に含まれるハタ・アイー・ラヨン、バクー地下鉄の駅名、その他の施設で、イスマー・イールの名前が使われている。 1993年には、幕府に、イスマー・イールの像が建てられた。キジルバシ・サファビー町の確立には、トルコ系遊牧民の信者キジルバシの軍事力が、大きな役割を果たした。キジルバシの騎兵隊は密集した陣形を取って、敵陣に突撃を観光する戦法を取り、彼らは、救世主であるイスマー・イールへの信仰心のもとに死を、恐れずに戦った。 しかし、イスマーイール自身は、神、預言者と呼ばれることを好まず、キジルバシの過激な信仰から一定の距離を置こうと、したと思われている。イスマーイールは彼らの働きに報いるため、新たに獲得した領地の支配を、各部族の指導者に委任した。領地からの税収は、キジルバシの元に入り、次第に、キジルバシは信仰者から世俗的な領主へと、変化していった。 軍事面での主力である、キジルバ氏は、読み書きや計算、イスラム法などの行政に必要な知識を有しておらず、建国初期のサファビー朝には、行政の実務に長けた人材が必要とされていた。そこでイスマーイールは、青年に達した後に、タージークというイラン系の名家出身の知識人を、中央と地方の行政に起用した。タージークの中には、 1501年のタブリーズ入場前からサファビー朝に主官を申し出た者、最小を務めた者もいた。イスマイル一世はサファビー教団と対立する他の救世主運動やスーフィー教団を弾圧し、即位から数年の間は暴力によってシーア派の信仰を強制した。サファビー朝の建国当初、 シーア派やジュニイマーム派について、十分な学識を有するウラマーがイランに不足していた。そのため、ダマスカスなどのシリアの都市、イラク南部やアラビア半島からウラマーを招兵するが、レバノンの好位指導者、シャイフアリー・カラキー・アーミリーを除いて、招きに応じる者は、ほとんどいなかった。タフマース部一世の即位後はより多くの外部の学者が、イランを訪れ、彼らの説教に加えて、 サファビー朝建国以前からイランに存在していたイマーム信仰などの土壌があり、イランのシーア化が進んでいく。対して元からイランに居住していたスンナ派のウラマーは、オスマンアサエの移住などの対応をとり、カイのウラマーの多くはシーア派に転向したまた、シーア派の普及には、タバライヤーンと呼ばれた急進的なシーア派の集団も利用された。彼らは、街路やバザールで、 スンナ派を攻撃する言葉を発した。アブーバクル、ウマル、ウスマーンのアリー以前の三人の正統カリフを図書する言葉を発する役人がおり、彼らの言葉に賛同しなかった人間は処刑されたが、アラブのシーア派指導者は、こうした行為がスンナ派からの報復を招くのではないかと、危惧した。イスマイルは、 ハターイーの筆名を使って作詞に携わっていたことでも知られている。彼は伝統的なペルシア文学の作品に深い影響を受けており、特にフェルドースイーのシャーナーメの影響を受けていたと思われている。ペルシア文学研究者のマーチン・バーナード・ディクソンとスチュアート・キャリー・ウェルチはイスマイールの作品の一つであるシャノメ・シャーヒーが 幼い息子タフマース部への贈り物ではないかと意見を投げかけた。ウズベクのムハンマド・シャイバーニーに勝利した後、イスマイールはゴール出身の有名な詩人であるヘイトフィーに戦勝と信用長を称えるシャーナーメと同じ形式のジョジ詩の制作を依頼した。依頼したジョジ詩は未完のままに終わったが、後の時代にサファビー朝の王たちに捧げられた。 英雄史の見本となった。イスマーイルは、詩作において、主に従者の多くが使用していたアゼルバイジャン語で、作詞を行った。イスマーイルは、アゼルバイジャン文学における、重要人物の一人であり、詩人のイマード・ディーン、ナシミと共に、より多くの読者の心に訴えかけるために、詩文において、簡素なアゼルバイジャン語を使用することを提案した。 最初の人物と考えられている。また、彼がアゼルバイジャン語を選択した理由には、政治的な意図もあったと思われる。彼の作品は、現在のアゼルバイジャンでも知名度が高く、約1400のアゼルバイジャン語の詩が残っている。アゼルバイジャン語による詩の他に、50ほどのペルシア語での詩文も現存している。イスマー・イールは自らに神聖が宿ると信じ、また初代マーム。 第四大政党カリフのアリーの血統に属しているとも考えていた。彼の作品のうちには、この二つの思想が特に強調される傾向があった。詩はシーア派の教えと、サファビー教団の思想を広める役割を持っていたが、その多くは愛について語ったものであり、スーフィズムの思想が色濃く現れていた。詩文以外の著作には、中言を記した。 ネイジーホッテネーム、愛の美徳を称えたみかんの著作、ドネームがある。ありがとうございます。